皆さんこんばんは、エネムです。今回も東京グールリインボークのリニューアル新情報についてお話ししていこうかなと思います。 V ジャンプ7月特大号に掲載されていた内容となります。リニューアル後から実装されるクインクスメンバーの情報が到着。クインクスのムードメーカー米林最高、レアリティは SSR ですね。味方全員の防御力アップ&体力回復ができる支援型。少し画像が荒いのですが、戦闘画面も公開されています。おそらくスキルを発動させた時の画面と思われますが、前衛だけでなく後衛のメンバーも回復しているのが見てわかると思います。血が苦手な操作官ムツキトール、レアリティは SSR。 味方のガード&回避率を上げ敵の攻撃力を下げるということで、戦闘画面には味方がガードアップバフ、敵にアタックダウンデバフがかかっています。ウリエと知らずの戦闘画面も公開されています。この2人はアタッカーですね。連撃が得意のウリエとバランス型の知らず、画面はウリエの方で31コンボ、知らずの方が15コンボとなっていますが、これが単体で出したコンボなのかは今のところ不明です。いかがでしたでしょうか。リニューアルの日程もようやく決定し、皆さん期待に胸を膨らませているかと思います。メンテナンスの期間は1週間と長いですが、その分メンテ明けには安定したプレイができると思います。僕は仕事の関係ですぐにプレイすることができないのですが、よかったらツイッターの方にですね、プレイした感想のリプでも、すぐに飛ばしておいてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。